ドイツ民主共和国国境警備隊のバッジこのバッジはエナメル製であり、隊員制服の胸部に付けられていた。ドイツ民主共和国国境警備隊兵士ドイツ民主共和国国境警備隊とは、ドイツ民主共和国の国境警備隊である。ドイツ民主共和国の国境警備隊である。配置は、主に西ベルリンと東ドイツの境界線を呼び、 東ドイツとドイツ連邦共和国との国境に向けられたが、ポーランドやチェコスロバキアとの国境にも合計600人程度配置された。国境検問所にて、西ベルリンも含めた西ドイツより入る通行者の通行証の管理も国境警備隊の部署が行った。国家人民軍地上軍同様、NPK 及びその各種派生型が各隊員に装備される。 外部から侵入するスパイなどの密入国者の摘発、阻止よりも東ドイツから西ドイツに脱出を図る市民への発砲殺害が注目されることとなる。1946年12月1日よりソビエト軍占領地区を守るためのドイツ人によるドイツ国境警察が設立となり、最初は3000人であったが、1948年4月で1万人を、 超える組織となる。1949年10月7日のドイツ民主共和国成立後も同じ名称で継続される。1950年には1万8000人を超える組織となる。警察という組織から国境警備軍たる組織が求められることとなる。1961年軍隊組織としての ドイツ民主共和国国境警備隊が組織されることとなり、管轄が内務省から国防省に移る。同年8月13日ベルリンの壁建設となる。同年8月24日に亡命しようとしたギュンター・リトフィンが殺害されるという最初のベルリンの壁射殺事件が起きる。1962年8月17日に亡命しようとしたペーター・フェヒターが殺害された事件は、 アメリカ合衆国をはじめとした西側各国で注目されることとなる。亡命者殺害は以後も繰り返されることとなる。一時、国軍である国家人民軍の部隊となるものの、1973年に国家人民軍から分離する。1989年2月6日、国境警備隊兵士のインゴ・ハイン・リヒラが亡命を企てたクリスギフロイを射殺するという、 ベルリンの壁亡命者殺害の最後の事件が起きている。なお、クリスギフロイ射殺について、西側諸国より非難があり、西側諸国の資金供与が必要だった東ドイツの事情により、1989年4月3日に、ホーネッカーの了承のもと、国境での発砲命令が撤廃され、発砲は緊急避難の場合に限られるものとされる。ベルリンの壁崩壊後、 西ベルリンの警官たちとコーヒーを飲みながら談笑する国境警備兵たち1989年11月9日午後7時頃社会主義統一党政治局員でスポークスマンのギュンター・シャボフスキーが旅行の自由化を発表するが国境検問所に殺到した東ドイツ住民の要求に従い現場の国境警備隊の将兵の判断で午後10時45分に国境検問所が開けられ 東ドイツ住民が西ドイツを訪れることとなる。翌日より東西のベルリン市民が壁を破壊し始めるが、止めさせることはしなかった。1990年6月13日、残っているベルリンの壁の撤去が国境警備隊の作業としてなされた。1990年7月1日に西ドイツとの国境警備業務を終了し、1990年9月に閉鎖となる。 東ドイツより西ドイツへ脱出を図る市民が続出し、特に医師や技術者などの労働者の流出は、東ドイツの首脳陣にとって重大な問題であった。特に、1961年8月12日までは、自由に行き来できたベルリン地区での脱出をやめさせようと対策が練られ、ベルリンの壁建設になる。同年8月13日、東ベルリン内部に、 鉄条網を引いて、西ベルリンへの人の流出を厳然と規制し、その中で壁を築いた。壁を越えて、西ベルリンに行こうとする人を、国境警備隊の兵士が射殺する事件が続出する。東ドイツ存続機関で、ベルリンで197人が射殺されたとされる。射殺前に、亡命者の中には、子供を連れているのもいて、2007年8月15日に、 発見された内部資料には、たとえ越境者が女性や子供を連れていたとしても、武器の使用をためらってはならない。反逆者がよく使ってきた手だという秘密指令が見つかる。ベルリンの壁で殺害されたことが確定している136人のうち9人が子供であった。国境警備隊の隊員の中からも、西ドイツへ脱出を図る者が続出し、 ベルリンの壁建設直後の6週間で85人が逃亡したとされている。東ドイツ存続期間で574人の国境警備隊員がベルリンから亡命した。1968年時点では、総勢8000人でベルリン市民でなく西ドイツに親類がいない者がベルリンの壁担当の警備兵となっていた。12時間勤務であり、 単独行動でなく二人一組で行動することが求められていた。銃撃により逃亡を阻止するばかりでなく、逃亡を試みる者から銃撃されることもあり、勤務中に射殺された警備兵は16人であったが、その約半数は逃亡を図った警備兵の犯行であった。ベルリンばかりでなく、西ドイツとの国境での亡命者の摘発及び射殺事件は続出した。 1964年に国境地域に地雷を設置する。1971年には自動発砲装置を設置する。西ドイツでの国境地帯ではベルリンのよりも殺傷を狙った作戦行動に出ている。西ドイツを含めた西側より避難があり、地雷については1985年まで自動発砲装置については1984年に撤去されたこととなっている。 ドイツの市民団体、ワーキンググループ8月13日が2004年8月13日に出した数字によれば、全6 5人が殺害され、その中には37人の国境警備隊隊員も含まれている。1990年10月3日の再統一後、ドイツ連邦共和国の司法当局により、射殺命令を下した幹部及び射殺の現場に立ち会った兵士に対して、 捜査及び起訴、裁判などの法的手続きが取られる。射殺の現場にいたことが確実な兵士が弾を外して撃ったと主張し、無罪を求めることもあった。射殺命令を実行したと認定された兵士に対しても最終的には執行猶予付きの判決が確定している場合がほとんどであり、殺意なき殺人として処理されている。 1962年8月17日に射殺された、ペーター・フェヒターの事件では、1997年3月に、実行者の兵士、ドルフ・フリード・リッヒに20ヶ月、エー・リッヒ・シュライバーに21ヶ月、それぞれ、執行猶予のついた懲役の判決が下る。1989年2月6日に射殺されたクリス・ギュフロイの事件でも実行者4人が起訴されるが、インゴ・ハイン・リッヒが、 懲役3年半の判決が降りたものの、1994年に懲役2年の判決が確定していて、その他の3人については無罪判決が確定している。近藤淳造、東ドイツの実像独裁と抵抗木託者、P77 から85、エトガー・ボルフルム、ベルリンの壁ドイツ分団の歴史落北出版 P119 から120。 YouTube 5から6ベルリンの壁ザベルリンウォール旧登録ベルリンの壁での射殺命令捜査を検討アフププニズハットベルリンの壁での死者は少なくとも136人ロイター YouTube から3から6ベルリンの壁ザベルリンウォールベルリンの壁データベルリンの壁写真館 ABCDYouTube4 から6ベルリンの壁ザベルリンウォール ABC 間違えやすい常識ベルリンの 壁写真館 ABYouTube6 から6ベルリンの壁ザベルリ,リンウォール。ありがとうございます。